筋兜筋兜は、日本の鎌倉時代後期から南北朝時代頃に発生した兜の位置形式。星兜と異なり、兜本体を形成する鉄板を剥ぎ止める病を見せず、鉄板の円をもじり縦て剥ぎ目を筋状に見せたもの。星兜に比べて、軽快、軽量かつ、製作が簡易であるため、徒歩節の銅丸、腹巻きにつく兜として用いられた。 後には大鎧にも用いられるようになった。秒頭が大きい病を使う星兜と違い、頭が平らな病を使って、蜂の鉄板をつなぎ合わせている。またシころも両手の動きを邪魔しないように、カサシころと呼ばれる横に広がった扁平型の形式が使われた。蜂には黒漆が塗られる。時代が下るにつれ、より高度な製作技巧を必要とする。 筋の数の多い筋かとも増えていった。当初は二十数枚であったが、やがて六十数枚が一般的になる。これらは細長い鉄板を非常に多く用いるため、枚数が少ないものよりも板の重なる面積が増えて、実質的には二枚の鉄板を重ねたことと同じになり、堅牢さが増した。少ないものでは十数枚、多いものでは二百枚近いものまでがある。 室町時代には、アコタガタという後頭部が膨れ上がったカボチャ様のスジカブトが流行した。頑丈さに欠けたため戦国期には衰退したが、以降のスジカブトに、その影響を残した。総福林のスジカブトカブト鉢のカブ全集をイガキと呼ばれる装飾金具で覆い、カブトのスジとイガキに福林を施したものを、総福林と呼ぶ。戦国期、西国で代わりカブトが流行していた頃、 東国では、アコタ型などの古風な筋兜が生産し続けられており、地名のついた筋兜として残る。ありがとうございます。